徐州市女衆史は、中華人民共和国チャンス省の北西端に位置する地球史。徐州は、元来は、山東省南東部とチャンス省の長江一北の地域を指した、関来の地方区分の名称であった。古称は、北上とも称す。地域内の背景は、流邦の故郷であるほか、北上は、光雨、鉱石の都となっていた。 女州市の中心部は、この山湖の南岸に位置する。北は、山東省林議市、総省市に、西は、安岐省や土州市に接している。東は、レンクモ港市に接し、南は、宿仙市に接している。古代より、各地の軍勢が争奪する地であり、各地の商人が集まる地でもあった。現在は、レンクモ港とロッテルダム港を結ぶ、大陸横断鉄道ルート、 新ユーラシアランドブリッジの一部をなす、老海鉄道を沿った人口100万を超える大都市。女州市は、統計116度22分、北緯33度43分から58分の間、高潤平原の中心に位置し、大道山、泉山、高潤富山、雲龍山などの丘に囲まれている。かつて、黄河の河道があったが、現在は、ギガ、川。 術画など、ワイガシ流が流れ、中国を縦断する大運が、現在の軽喰運河も町を通っている。年降水量は850ミ、mm、リメートル、年平均気温は摂氏14度。市の面積は1万1258平方キロメートル、総人口は2004年現在で916万8500人。うち、市街地の人口は172万9600人。 徐州一帯の地形の特徴は、平原の中に丘陵地が点在していることである。特に、徐州の町は丘陵に四方を囲まれているため用外の地であり、歴代の軍勢の必須の地であった。徐州は、下北平原の東南部に位置する。地勢は、北西から南東に向けて低くなっており、地域の面積の九十パーセントは、海抜三十メートルから五十メートルの間の、 平野である。この平野は、高潤平原と呼ばれ、郊外やワイガとワイガの支流である、ギガ、川、止水、ギシ下水系などの形成した、中石平野である。地域の面積の9.4%は、海抜100メートルから200メートルの丘陵地であるが、およそ2つに分かれている。一方の丘陵群は、地域中部にあり、その最高点は、市内最高峰の大道山。 海抜361メートルである。もう一つの丘陵群は、地域東部にあり、最高点は新儀市北部の馬倉山、海抜123メートルである。助手宿、都市部は、低山や丘陵が取り囲んでいる。南に、雲龍山、小泰山、泉山、鳳凰山に面し、東と東南は、楽田山、守望山、響山に面し、北は、覇王山、 微和山、旧里山に面し、西は、河牛山、宋山、寒山等に面している。雲流山麓には、水不足を解決するために作られた、雲流湖があり、古くから、継承地として知られ、現在では公園になっている。ギガ、川、止水の流域、岸下水系は、ワイガ流域の東北部にあたる非常に広い、水系である。他に大きな川は、安価がある。 また、雲流湖や落葉湖などの大きな湖も点在する。かつては黄河も流れており、黄河旧河道が地域を貫いている。旧河道は、西の河南上蘭高圏の三吉祭が起点であり、助州市の豊川県、銅山県、宿区、根井県を通り、浜海県の廃黄河口で航海に流入していた。全長8 0 0トルに達し、 貯州市域だけで1 9 1 7トルになる。旧黄河の中須にあたる、健康島は、祖食、祖東河の養女の祖州と目が洪水を防ごうとして、巡乱した場所とされる。黄河が、ワイガやギガ、死水などの流路を奪ったため、これらの川はあちこちで湖を作り滞留し、しばしば洪水も引き起こしたが、1950年代に、完成した新木川などの放水路により、 洪水の危険は小さくなった。助州は古くは、北条と称し、2600年に及ぶ悠久の歴史を有する。少書、諸教の、海継ぐの辺に列記された、九州の一つにもこの地方一帯を指す、助州の名がある。戦国時代中期には、宗や宗などにより北条は争奪された。新朝が成立すると、北条圏が設置されている。 新末になると過酷な政治に対する民衆反乱が発生。現在のチャンスー,ー一帯は、農民期にの中心地となった。前209年、仮想、現在の宿仙市の住民、幸運、幸量をはじめ、はい、現在の助手支配権の住民流法らは、北条の近くの大沢号、現在の宿州市で来こた、陳賞、五行の乱に呼応し、旗に反旗を翻した。 旗の滅亡後、幸運は諸侯の連合軍を率いて、清楚派王と称し、そのこちで故郷に近い法上、徐州を都に定め、諸侯を各地に封じた。前206年、漢王劉邦は拒兵し清楚打倒を目指し進軍。1年後、不満を持つ諸侯をまとめ60万の大連合軍を結成し幸運の都の法上を占領することに、成功したが、幸運は救援のために引き返し、 法上の戦いにおいて3万の精鋭で60万の漢の連合軍を大敗させ、劉邦の一族を捕虜とするという古代中国でも、例の内大勝利を収めた。その戦いで劉邦は追い詰められたが、敗下の漢信らの後方格乱などで窮地を脱し、再びスワイに進撃、漢信が諸侯を一掃させ結束を高めた。前202年、漢軍は、下避、現在の修士を占領し、 皇上を守る将軍、皇卓は投降した。皇羽軍はこの後に外貨の戦いで四面疎歌を受けて、ほとんどの兵士が逃亡、ほぼ壊滅し、皇羽は右皇で自害し疎官戦争は留法が勝利した。全貫が成立し、軍国制が採用され、初期には祖国の都の城とされた。しかし、中央政府と風国はその権限をめぐって対立し、 紀元前154年にはスワエを含む各国が連合し、クレスワエ7国の乱が発生する。スワエは、経済、政治の実力の面で、諸行国の中でも最強であり間の経済、文化の中心地でもあったが、王網が全館を散脱すると、祖国も大きな被害を受ける。その後五冠が成立すると、北上国の都の城とされている。五冠末期。 当剣が幼州と共に支配し拡挙するが、彼の死後は、曹操、呂布、劉備、袁術らが、助州地方の北条国や可否国をめぐり争奪戦を繰り広げた可否を参照。三国時代には義により、助州が設置されている。また曹操は、当剣の部下に父を殺され、女州で住民の大虐殺を行った。411年、紀広市7年。 刀身により来た州が設置されている。新末になると、北上、水越と、現在の道山区の出身の劉雄、後に、刀身を散脱し、南朝の僧の武帝となったは、反乱鎮圧の功績で、王朝内勢力を強め、南北の境に位置する北上を前線基地に四百十年四百十七年と二度の北伐を開始して、南炎、五神を滅亡させた。 南北朝時代になると四百二十一年、英書二年に、僧により北助州は、助州と解消され、その後北条地方は、北儀と南朝諸国の両方の共闘を解化した。水朝が成立すると助州家経由して、大運河が建設され、南北を結ぶ物流の要衝となった。太陽年間には、北条軍と解消されたが、当朝が成立すると六百二十一年。 武徳元年に再び、助州と改称された。その後742年、天保元年に、法上軍、758年、権元元年に再び、助州と改称されている。東末の法の乱、868年では、反乱軍が法上で当軍と対峙している。宋代には、文人の素職が、助手地州に任ぜられ、助功を開催帝、法鶴帝、 東梅市床、蘇ソなど京に残る多くの歴史建造物を作っている。北曹末期になると、金の将軍、念没かつ和軍を率いて、徐州に侵攻している。現代になると1348年、四星8年に徐州路に昇格したが、1352年、四星12年に竹安州に降格されている。元松になると、柴あさりは徐州の乱を起こし、 元朝に対抗している。その後、主元庄は、ジョトールを派遣して、北伐を返し、元軍を追放して、助州を占領している。その後、明朝が成立すると再び助州が設置された。新代になると1733年、陽性11年に、助州府が設置されている。西洋列強の中国への進出が進むにつれ、助州からも、 外国勢力との闘争に身を投じる人物が多く、現れた。アヘン戦争の前後に、イギリスに対して抵抗した、ゾウアオや、ワダ団に参加した多くの人々などである。また、侵害革命の時期にも多くの女囚人が参加した。1912年、民国元年、中華民国が成立すると、女囚婦は廃止され、同山県が置かれた。一方、1908年には、 天津南京間を通る津浦鉄道、現在の京古鉄道の助手付近区間が着工し、1912年に開通した。暗記省遺南はイギリス資本で建設されたため、助手もイギリスの影響が強まる。また1916年、海州、現在の村宿も講師から西の西安、蘭州に至る、廊海鉄道の開封助手区間が開通し、順次海側へ伸びていった。 こうした中、54運動が、徐州の学生の間でも起こり、また、中国共産党の地方組織も作られ、老海鉄道建設のストライキなどを起こした。日中戦争勃発後、日本軍は南京占領成功を受けて、山東省から南へ、通羅鉄道沿いに支配地域を広げる作戦を開始したが、1938年3月、徐州近くの大地層で、 中国国民党軍による頑強な抵抗を受けて、大した大事層の戦い。1938年5月、南京方面からの援軍も受けた日本軍が助手を包囲し、1938年5月20日助手は、陥落し、日本軍が占領。双方に、人大な犠牲者の出た助手回戦は、中国軍の敗北で終わった。一方、 1938年には八祖寺軍第115、師団が、州、安市、銅山地区に、高日根拠地を作りゲリラ戦が始まった。1945年8月15日、日本の敗戦により助州は、日本軍から解放された。1946年12月15日、人民解放軍と国民党軍は4日間にわたる、激しい宿北戦域に突入した。 激戦の末、国民党軍の第69師団は三個藩の旅団を失う、損害を受け、人民解放軍が勝利を収めた。1948年11月、助手を中心とする地域を作戦区とする外海戦役が開始され、66日の戦闘の後に国民党軍は加藤での軍事力を喪失した。 1948年から1952年の間、徐州は山東省に所属したが、1952年にチャンス省に戻り昇格市となった。徐州は国務院の定めた国家歴史文化名城、歴史文化都市の一つ、五四月区に研究、し、三県を統括する。徐州は稽古線と老海線という中国の鉄道の 感染が交差する要所であり、助州駅、多くの支線も接続している。また、四方に向かって、高速道路が整備されている。助州は、北京と上海のほぼ真ん中に位置し、京古高速鉄道の助州東駅から上海、北京まで、それぞれ3時間以内で移動できる。2008年3月18日、災難鉄路局の元助州分局所属の区間と、 徐州勤務団が上海鉄路局に遺憾編入された。徐州は高素肖像大都市圏の一つとして、全国の重要な機械工学、食品、建材工業基地で、機械、電子、化学工業、食品建材工業を中心とし、エネルギー源、夜勤、宝石、シルク加工、軽工業、革製品などの工業がバランスよく発達している。女州は、 新代末期に中国で最も早く民族資本が形成された都市のうちの一つであり、現在では外資の誘致でも中国有数の実績を持つ。助手市は国家レベルの経済開発区を有し、現在までにアビン・メリトール、ジョン・ディア、ビステオンなど、米系企業や日本の三菱キャタピラー、丸、全昭和運輸、ドイツのティッセン・クルップ、ヘンケル、 ディープヘルなどの大型工場、物流倉庫などが多数稼働している。その他台湾、香港など多くの国からの投資もあり、2008年末までに、助手市が認可した外国からの投資は、累計900社弱に上り、世界各国の有名企業による1億ドルを超える大型案件も多数含まれる。市内に本社を置く主要な企業、亀山官房や、市産、 僧侶など、漢の時代に、祖国の王や諸公らの残した墓が、市街周辺に多くある。市街東部の獅資山からは1984年に、数千体の平馬洋、西安の旗の平馬洋よりは、小型が発見され、その御前漢時代の、第三代、僧王、竜母の母領が発見された。その他、祖の王家や、貴族などの、墓碑や、指導の壁石に刻まれた、 漢画造石と呼ばれるレリーフも多く出土し、博物館などで公開されている。また、北宗時代の祖職が残した建築物も多い。祖職が助手に赴任した後、当時すぐ横を流れていた黄河が氾濫したが、彼は民衆を指揮し、臨時の堤防を設計し築いて、これを食い止めた。その後築造した高級的な堤防が祖堤である。 広州の西湖にある奏食の作った同盟の包みとは別。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。